マイベックは、三菱自動車工業が開発した可変バルブタイミング、リフト機構の総称名である。三菱、ギャランフォルティスの4バイト 11DOHC16、バルブマイベックエンジン三菱、アウトランダーの6バイト 31V6 サイチェ C24 バルブマイベックエンジン三菱、グランディスの 4G69 サイチェシー1 6バルブ、マイベックエンジンレシプロエンジンは、 ピストンの上下動に伴う吸入、排気の機体流速に合わせ、低回転時はバルブの開く間隔を短くし、高回転時はバルブの開く間隔を長くすると効率が良くなる。マイベックはバルブの開閉の長さと時期をエンジンの回転数に応じて変化させる技術である。 三菱自動車が開発した可変バルブタイミング機構のマイベックは、ホンダノビテックやトヨタの VVT などのように、数種類のタイプが存在するが、記号などで分類しておらず、三菱では後日のマイベック MD を除きすべて、マイベックと表記する、そのため混同されやすく注意が必要である。ホンダノビテックと同じく、1本のカムシャフトに低回転用と、 高回転用の2つのカムを搭載し、ある一定の回転数でこの2つが切り替わり、吸排気バルブのタイミングトリフト量を変化させる。ビテックが3つのカムプロフィールを持つのに対して、マイベックでは低速、高速1つずつの計2つのカムプロフィールとなる。ロッカーアームを介する油圧を用いたカム切り替え機構はビテックと同様だが、分割された1本のスライドピンにより、 低速と高速のロッカーアームを一括して結合するビテックに対し、マイベックではバルブオース、T 字型レバーに低速と高速のロッカーアームが独立して取り付けられ、それぞれに結合を行う制御ピストンがあるなど、切り替え機構の内容は異なる。最初に出たマイベックはこのタイプであり、その後にランサーが、 ランサーセディアとして発売されるまで改良は加えられているものの基本的にこのタイプをベースにして他のマイベックが作られた。マイベックに限らずビテックも同様だが2つの異なるタイプのカムを使い分ける方式は気候的にはそこまで複雑になるわけではないが2つのカムが切り替わる際にトルクの谷間があるのが欠点。なおカム切り替え方式のマイベックは シリンダーヘッドが二重構造となっており、通常のシリンダーヘッドでは一体となっているポペットバルブ野球排気ポートを含む燃焼室側とカムシャフトを保持するカムホルダーを二つに分離することができるようになっている。通常のシリンダーヘッドではカムホルダーのカムキャップとカムシャフト間のジャーナルの隙間が規定値を超えて摩耗した場合、シリンダーヘッド全体を交換しなければならないが、 カム切り替え方式のマイベックでは同様の状況になった場合でもカムホルダーのみの交換で対処することができる。カム切り替え方式のマイベックはカムキャップ側のジャーナルに刻まれたオイル項を通してカム切り替えの油圧が供給されており、摩耗の進行でジャーナルのクリアランスが広がると規定の切り替え油圧がかからなくなり、俗に反・ベックと呼ばれる。 カムの切り替えが一部の気筒または全気筒において正常に行えない不具合が発生する。この症状が発生した場合、エンジンオイルの粘度を硬いグレードに変更してみて、なお不具合が解消できない場合には、カムホルダーの摩耗、オイルコントロールバルブの不良、ロッカーアームの破損のいずれか、またはすべての不良と判断して交換を行う必要がある。マイベック MD は、 カム切り替えに加え、気筒休止をさせる構造で、マイベックで唯一記号で区別されている。気筒休止エンジンにも分類される。上で述べているように初期のマイベックは、低速と高速のロッカーアームがそれぞれ独立して、T 字型レバーへ結合する形となっているため、低速、高速の結合を両方とも解除することで、ロッカーアームをフリーとすることができる。これにより、 カムからバルブへの力の伝達はなされず気筒休止が行える。直列4気筒の 4G92 の場合は1番および4番のシリンダーをアイドリング時に休止させ、直列に気筒として振る舞わせることで燃費の低減を狙った。当時の風潮に押されて低燃費を謳っており、ランサーやエメロードなどに搭載されたものの、 実際はそれほど燃費が伸びるわけでもなく、エンジンの振動の増大も大きかったことから、多くの車種では燃費を特に重視する顧客に対して、受注生産という形で販売店に供給されたのみであるため、販売台数もさほど多くは伸びず、結局短命に終わった。通常のカム切り替え方式とのパーツレベルでの相違点は、カムホルダー内の油圧経路の構造と、 エンジンコントロールユニットのみであったため、マイベック MD が搭載された車両では、カムホルダーと液を通常のカム切り替え方式のものと交換することで、気筒給止機構をキャンセルするチューニングメニューが存在した。VVTI のように、クランクシャフトに対して、カムを位相変化させ低回転時と高回転時で、バルブタイミングを変化させる。負荷状態でも位相を変化させるが、 バルブの開いている間隔とバルブリフト量の変化はない。現在でも、小排気量者はこの方式が主流である。デュアル VVTI と同じように、吸気側、排気側両方を位相制御する。サイチェシーで吸気側のみ、カム切り替えを行う方式。カムシャフトのカムローブは、端から中リフト、マイナス排気カム高リフト、マイナス排気カム低リフトと5つ設けられている。 ロッカーアームの形状はやや複雑だが、大きく分けると、低中リフトカムに接するアームと、高リフトカムに接するアームに分かれる。左右に低、低中リフトカムに接するアームがあり、中央に高リフトカムと接するアームが配置される形となっている。中央アームの上部には、T 字型のレバーがあり、左右のアームの上部にあるピストンを内蔵した突部位に接する。 通常はピストンが下がっていることで遊びが生じ、高リフトカムが中央のロッカーアームを押し上げても接触することなく空振りする。これにより低回転時には低、中リフトカムが左右それぞれのアームを押し上げ吸気バルブを作動させる形となる。二つの吸気バルブ間でリフト差を設けているのは、島内流動を強化し燃焼安定性を向上させるためである。 高回転では左右の各アーム上部の遊び部分が油圧でせり上がったピストンにより塞がれる。このことにより中央のアームの T 字型のレバーが左右のアームの突部以内のピストンと接触し、高リフトカムの力を左右のアームに伝達し、両バルブを高リフトで開閉する。あとに 4J1 型エンジンで正式採用された次世代マイベックのカットモデル2005年東京モーターショーで、 技術展示され、バルブリフト量を連続可変することで、スロットルバルブを使わずに出力を制御するエンジンで、BMW のバルブトロニックやトヨタのバルブマチックなどと同じように連続可変バルブリフト制御するが、三菱では DOHC ではなく、サイチェシーで作動させている。本システムは、吸気バルブ制御を、カム位相変化を伴う連続可変リフトとし、位相は、 リフト量の増大に連動し、カムが遅どする。それとは別に、カムシャフトの位相変化も行っている。一般的な連続可変バルブリフト機構は単独では、リフト量の変化のみで、位相変化は、ほぼ生じない。このため、吸気の改便時期を、リフト量に関わらず上手点前後とするには、カムシャフトの位相変化を行う必要性があった。この点から、 吸気バルブを位相変化した場合に排気バルブの位相も変化してしまう。サイチェシーでの従来方式の連続可変リフト機構の採用を困難としていた。しかし本システムではリフト量と連動して遅角を行うため、リフト量に関わらず、改便時期はほぼ一定となり、カムシャフトの位相変化を必要とせず、サイチェシーでも十分に成立する形となっている。 このように開発時は、カム位相変化機構が不要になるというメリットも、謳っていたが、導入にあたっては、カム位相変化機構を併用する形になった。これは、旧配儀の位相を同時に変化させることで下記のような作用が得られるためである。吸気バルブは、リフト量が大きくなるほど、遅かどする。これにより、低負荷の低リフ閉時では、吸気は早閉じとなり、 さらにカムイソも深刻することで早閉じ、ミラーサイクルとして採用し、吸気ポンプ損失を低減、また連動して排気も、早開きとなるため排出ポンプ損失が低減する。中負荷時は、高リフトとなるとともに、近く、さらにカムイソも遅どすることで遅、閉じミラーサイクルとして採用し、吸気ポンプ損失を低減、排気も、遅開きとなり膨張エネルギーを、 最大限回収する形となる。さらに、リフト量増大によるオーバーラップ拡大と排気遅閉じとなることから排気を再導入する形となり内部 EGR としても採用する。このため本タイプのマイベックを採用した 4J1 例、エンジンのベースになった4バイト10エンジンで使用されていた EGR 装置は 4J1 例では省略されている。サイチェシーでは、 カム位相を変化させると吸気と排気の位相が同時に変化してしまうことからバルブオーバーラップは変わらず排気バルブのタイミングにも常に影響を与えてしまうためサイチェシーエンジンでカム位相可変機構が採用されることは限定的で本システムは結果的にではあるがサイチェシーながらカム位相変化機構を持つ比較的珍しい形式となっている なお完全なスロットルレスではなくアイドル時の燃焼安定やブレーキサーボやグローバイガス吸引の負圧を発生させるためなどにスロットルバルブは残されフェールセーフも兼ねている。なお、ここでは日本車には搭載されていないエンジンも含むありがとうございます。